はい、皆さんこんばんは。US レーシングの斉藤です。今日はちょっと突然思いついてですね、ユーストを始めたんですけれども、皆さんご覧になれてるでしょうか。そうですね、いつもソーシャルストリームを開いてから本当はやらなきゃいけないんですけれども、今になって開いてみるという状況でいつも始まってます。はい、大丈夫ですかね。皆さんご覧いただけているでしょうか。大丈夫ですかね。まあ今回ちょっと急に始めたんで、まあ空いてる方、暇な方だけっていう状況でですね、まあ、特にネタとしてもなんて言うんでしょうね、インディカのネタではまあちょっとかかってきてますけれども、特にインディカーの話中心っていうわけではないんで、そのあたりでですね、まあいつものメンバーの方も少ないんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあお酒でも飲みながら、寝酒でも飲みながらですね、聞いてていただければなっていうふうに思います。はい、はい、スモモKPA さん、どうもどうもこんばんは。はい、じゃあぼちぼちと行きたいと思うんですけれども、市街地レースはですね、実は前も何回かちょっとお話ししたことがあるかと思うんですけれども、僕自身はですね、昔チャンプカーの時代ですね、チャンプカーになってから、カートからチャンプカーになってですね、当時その、ケビン・カルコーベンが、チャンプカーをですね引き継いだ形になってですね、それで当時の、まあ、社長であるディック・アイズウィックさんっていう人がいたんですけれども、その人からちょっと相談を受けてですね、日本で市街地レースができないかっていうことで、当時のチャンプカーをですね、市街地レースでやりましょうっていう話がありまして、それでいろいろ調べてですね、当時小樽グランプリっていうことで、すいません、23時からって言ってませんでした？で、はい、3時からですよね。はい、すいません、大丈夫ですよね。まあはいすいません。で、それで日本でいろいろ市街地レースを調べてたらですね、小樽グランプリにちょうど引っかかったというか、小樽でですね、その市街地レースをやろうっていう話がですね、非常に盛り上がって、当時いたんですね。で、急いでちょっとコンタクトを取って、当時小泉内閣の地域再生計画っていうのがありまして、それにこう認められたということで、その代表がですね、当時の小樽の、市長さんだったわけなんですけれども、市長さんがそうやって、先頭でこう一生懸命頑張ってるっていうことと、あとはそういう小泉内閣のですね、地域再生計画に認定されているっていうことですとか、そういうこともあってですね、すぐコンタクトを取って、で、いろいろ進めていったんですね。で、いろんな問題が、実際には、行ってみたらですね、そこにはあってですね、残念ながら、その話はですね、うまくいかなかったんですね、最終的には。ただその過程で市街地レースというものがどれだけその地域に与える影響があるかとかで、当時チャンプカーのいろんなデータをもらってですね、当時からチャンプカーはもうほとんど市街地レースがメインでしたから、であとケビン・カルコーベン
さんがですね、まあ皆さん KB レーシングのオーナーとしてもご存知かと思うんですけれども、カルコーベンさんはですね、ロングビーチグランプリも持ってたんですね。でロングビーチグランプリの、まあ、社長であるジム・マイケリアンさんっていう方がいるんですけれども、そのジム・マイケリアンさんをですね、まあ、小樽に招致したり、あとFIA の、まあ、コースデザインをやってる方をですね、小樽に連れてきたりだとかやりつつ、コースをいろいろこうどうやってセットしようかとか、それとかあと、まあ、地域の方にですねどうやって理解していただこうとか、まあ、そういうのをずっとですね、何年ぐらいやってましたかね、2、3年ぐらいやってましたかね、そういうのをずっとやってました。まあそうですね。で市街地レースをやるにあたってですね、コースをどういうふうに設定しなきゃいけないか、これはですね皆さん結構好きな方も多いかと思うんですけれども、やっぱりですねコースとしてのその面白さも重要なんですけれども、まあ、お客さんがですね見れるようなコースではなきゃいけないとか、いろんなまあ条件があるんですね。それと、まあ、当然街の中ですから、その街の中をこうクローズドするわけ でクローズドした時にですねうまく、その影響が地域に出ないかどうかとか、まあ、そういうことも含めてですねコースのデザインっていうのはしなければいけないんですね。であとまあ当然、市街地レースってレースだけやるわけではないので、レースをやるにあたっててですね、例えばそうですね、ガランとしたこう平らなところでやってもあまり意味がないわけで、まあ、例えばその、コンベンションをなんか同時にできるような、入れ物がっていうか、コンベンションセンターのようなものがあるかどうかとか、まあ、いろんな条件がこう重なってくるわけですね。で、まあ、特にその日本の場合だと、渋滞がですねすごく懸念されますので、やっぱりこう電車でのアクセスっていうのが非常にこう重要になってくるのかな。でやっぱりこう駅が近くになければいけないと思うんですね。で、まあ、当然車が走るわけですから車で来れるっていうのが、まあ、ベストではあるわけなんですけれども、一度にそれだけ、まあ、何万人っていう規模の人がですねこう車で集まると大変なことになっちゃうんで、やっぱりどうしても日本でやるにはその駅の近くでなければいけないということが条件になるかと思います。まあそういうですね、いろんなことをですね加味しながら市街地コースのその場所の選定であるとか、をやっていかなければいけないんですね。で、単純にですね、まあ街の中ならいいんじゃないかとか、まあ、ちょっと広いスペースがあればいいんじゃないかというふうに思いがちですけれども、やっぱりそのただ単にその広いとこだとか、でやるんだったらやっぱ普通のサーキットでやるのとあまり変わらなくなってしまうので、やっぱり市街地レースの一番のメリットっていうのはですね、とにかくお客さんが集まりやすいと。でやっぱりこう普段モータースポーツにめったにこう触れることのない人たちにですね、モータースポーツを見てもらいたい、で感じてもらいたい、でエキサイティングなですね、コンペティションをですねやっぱりこう味わっていただきたい。で、もう一つはやっぱりその最先端のやっぱり技術ですね、自動車のですね、まあ、環境もそうだと思うんですけれども、あとはその例えば、そうですね、まあ、今環境という話しましたけれども、とかくですね環境というと皆さんこう遅い車をイメージされるような傾向があると思うんですけれども、例えば電気自動車だってですねすごいやっぱり加速力なわけですよね。前慶応大学がエリーカって車を作ってですね、あれのテスト走行の映像を見たことがあるんですけれども、やっぱり電気自動車も本気出したらすごいなっていうのがあってですね、例えばそういう最新の技術をやっぱりこう皆さんに見ていただくいい機会になるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
なので、例えば燃料電池も含めたですね、いろんなその車の最先端の技術で、決してエコだから遅いっていうわけではなくて、エコでなおかつ動力性もどうもいいんだっていうのも、やっぱり市街地レースでそういう街の中で、まあ所詮やっぱり車は街の中で走るわけですから、そういうところで見ていただいたら一番理想的なんじゃないかなというふうに思っていました。まあそういうこともあってですね、単純にこうレースをやって、その、まあ、爆音をこう撒き散らすだけのようなイメージの方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけれども、まあ、そういったですね、騒音は確かに出るんですが、まあそういうものはですね、例えば、まあ、騒音に関して、まあ、ついでに言うとですね、まあ、例えば騒音に関してはですね、やっぱりこう時間を区切って、例えば、インディーカーのレースでいうと午前中に45分、午後に45分のセッションがありますよね。であと、まあ、予選になると1時間近くになるんですけれども、でプラス、それがまあ金曜日と土曜日やって、あと日曜日にですね、まあ、例えばウォームアップ30分朝やって、でレースは2時間と、でこの間だけはちょっと我慢してください。で他のところで、例えばロングビーチグランプリなんですけれども、そういった騒音が気になるような方はですね、ちょっと申し訳ないんだけども、こっちでディズニーランドのチケットを出しますんで、そちらに見に行ってくださいなんていうことも昔はやってたみたいです。ただまあ市街地レースがですね、やっぱりそうやって地元であるとなると、やっぱりそのいろんなところからですね、家族が集まってきたりして、まあ、みんなで見に行くようになったとか、まあ、そういう話もあるんで、まあ、いろいろこう、考え方っていうか方法はあると思うんですね。騒音に関しては本当にこう何時から何時まではちょっとうるさくなります。でその間は我慢っていうか、まあこういう方法がありますよっていう提案をすればですね、地域の方も納得していただけるんではないかなと、まあ、そういうこう何でしょうね、うまく折り合いをつくところをですね、こう探し出していけるんではないかなというふうに思いますね。であと離れれば離れるほど騒音っていうのは小さくなってきますから、まあ、そういうところでこれだけ離れたらこれだけのデシベル下がりますよとかっていうデータも見せてですね、理解を求めていくっていうのも大事なのかなというふうに思いますね。でまあそういったいろんな問題というか、いろんな条件ですね、いろんな条件をこう考えて、市街地コースをやる場合はですね、場所をこう探していくんですね。でやっぱりその、やるにあたってはですね、先ほど電車の駅が近くなければいけないというふうに言いましたけれども、やっぱりなぜかというと人が集まってほしいわけであって、それなりの経済効果がやっぱりありますから、本当数億円っていう経済効果がやっぱりそこの町には生まれますし、でそうなってくるとですね、やっぱりアクセスがしやすい、で大都市であるっていうことがやっぱりいろんな条件の中に入ってきますよね。でやっぱりそういうこう、魅力あるところにですね、世界的なイベントもやっぱり来たがるということになりますんで、でいろんなことをこう考えつつ、なんとなくGoogle とかで、まあ、僕の地元がですね、宮城県の多賀城市というところなんですけれども、まあ、多賀城あたりで何かあるかななんてことをいろいろこう見ていったらですね、まあ、たまたまその、ツイッターでも書いたんですけれども、ここですね、宮城産業交流センターっていうのがあったんですね。でこれはまあ仙台港のすごく近くになるんですけれども、まあ、どういうところかっていうのをちょっと見ていただいた方がいいですね。今ちょっと画面を移しましょう。ただ画面映し出すとですね、パソコンがちょっと猛烈に、
ウィンウィンうなり出してかなりやばい状況になってきつつあるので、ひょっとしてフリーズしたらごめんなさい。いやー、なかなか最近ちょっと調子が悪くてですね。あれ出て、あ、出てきましたね。じゃあちょっとこれで、あ、すごいファンが回り出したぞ。聞こえますかね、ウィーンっていうのは。大丈夫かな、心配になってきたな。まあやばそうになったらちょっとやめますんで、はい。じゃあちょっと開いてみましょう。はい、これがですね、そのちょっと待って、なんかもうドキドキするな。はい、これがその僕の地元のですね、あれ、あ、そうだ、まだ映ってないですね。ちょっと、はい、大丈夫ですかね。よいしょよいしょよいしょ。ここがですね、まあ、僕の地元のこう多賀城っていうのが、まあ、ここにあるんですけれども、やっぱりファンの音かなり聞こえます。僕の声が聞こえないとかいう感じではないですよね。はい、すいません。で、まあ、どんどんちょっと進めましょう。ここの、そうですね、ちょっとこれをもうちょっと大きくした方がいいですかね。はい、なんか僕のパソコンこの左側にですね、縦に筋が入るようになってしまってですね、これ通れないんですよね。ちょっと寿命なのかな、まだ3年経ってないんですけどね、ちょっと困っちゃいました。で、まあ皆さん仙石線ってご存知かなっていうふうに思うんですけれども、仙台駅から石巻を結ぶこの仙石線っていうのが走ってるんですね。で、まあ僕の家はですね、この、関係ない、全然関係ないですけど、この陸前山王って東北本線の方が近いんですけれども、僕の出た中学校がこの多賀城市立第二中学校ってとこです。まあそんな関係ないですね。で、仙石線仙台からずっと来てですね、この中野栄って駅があるんですけれども、まあ、ここからですね、まあ、仙台駅までだいたい18分ぐらいなんですね。でここには仙台港北インターっていうのもあります。で、まあ、非常にこう、まあ、多分でも車で来たらここは大渋滞になると思うんで、ここはちょっとブロックするとかなんとかってことになってしまうのかなっていうふうに思うんですが、まあ、ともあれ、この仙台港の、フェリーターミナルってここあるんですけれども、ここがですね非常にこういいんではないかというふうに思っています。まあ、なぜかというとですね、まあ、ここは産業道路といって結構主要道路なんですけれども、ここに影響が少ないというか、ここをですねうまくブロック、何でしょうね、使わないようにして、ここはまあ生かしたままですね、こっち側のその産業道路から海側だけで全部完結するようなレイアウトができるんではないかなっていうふうに思うんですね。で、まあ、ちょっとアップしてみましょうか。でここを見るとですね、もうちょっとアップしてみましょうか。はい、ここに宮城産業交流センターっていうのがありますよね。であとこっち側にはですね三井アウトレットパーク仙台港っていうのがあります。でここにはまあカインズホームっていうのもあるんですけれども、でこっちにはケーズ電機とかですね、まあいろいろこうお店があるんですね。で、このお店まで含めたコースのデザインになるかどうかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあこの辺のですね、何でしょう、こうお店に関してはですね、まあ、できるだけこう、商業域なので、まあ、日々の営業に邪魔にならないような感じでですね、コースを結ばなきゃいけないかなというふうに思うんですけれども、まあ、大体ですねこの今指しているところから、
この真ん中ぐらいまでの、ところで、だいたいこの辺ですかね、だいたい1キロぐらいあるんですね。で1キロを、さらにこっちへまた、動かない動いたか、動きましたね。はい、でもっとこっちの方まで結べば2キロぐらいあるんで、あとはコロナ禍のですね、これこの青いのが消えないな、ちょっと写真で見てみましょうか。はい、ここの端からちょうど今のパソコンのこう縦の線からですね、ここまででだいたい1キロあるんで、もしこれをですねまっすぐフルにこうストレートで生かすことができたら、ブラジル並みのストレートができますよね。でとにかく市街地コースを作るにあたってですね、レースでサイドバイサイドのバトルが頻繁に起きてですね、でなおかつパッシングポイントを考えるとなると、どうしても長いストレートっていうのはいるんですね。でやっぱりその300キロを超えるぐらいのスピード、やっぱ迫力あるその車の走りを見てもらうにはですね、長いストレートっていうのは絶対必要で、そういう意味でもですね、だいたい1キロぐらいストレートが、本当1キロ以上あると、1キロですね、1キロあるといいかなと思いますね。だいたい1キロってどのぐらいかというと、インディ500のですね、インディアナポリスモータースピードウェイの直線がだいたい1キロぐらいになるんで、あのぐらいのストレートが取れるっていうのは、これすごく珍しいコースでもありますよね、市街地で。で、この端からこの端までがだいたい1キロ、これをうまく使って、例えばここで右に曲がって、右に曲がって、でこっちの中でこうちょっとこういった左右のパターンを作ってみて、でまた、こっちへ左に切れて高速コーナーをここで作るとか、でまたここへ入って、こっち側へこう流れていくとか、で、いろんなその、結構ですね、ストップアンドゴーのタイプにはなるかもしれないんですけれども、規模としてはですね、大体3キロぐらいのコースは余裕で作れると思います。であとはコースの幅がどのぐらいかっていうのも重要になってくるんですけれども、例えばコースの幅とかに関してはですね、チャンプカーの場合だと必ず何メートル幅がなければいけないっていうようなことは確かにレギュレーションではあったんですが、例えばここ今中央分離帯になりますよね、ストレートのところが。でこの中央分離帯のところ、今見て2車線になりますけれども、例えばこの中央分離帯のところを取ってしまって、全体にですねこうフラットなところにしてしまうとか、そういうこともできますよね。例えばここがちょうど中央分離帯のですね間になるところなんですけれども、もうちょっと拡大してみましょうか。こういうところをですね、見るとちょうどここの道とここの道がですねフラットで、だいたい平行しているのが分かりますから、例えばこの中央分離帯をですね取ってしまうとか、一部をカットしてしまう、1車線分をカットしてしまうとか、そういうことをですね、もうできるんではないかというふうに思いますね。で、こういった形で、日本はですねこの白線がですね結構スリッピーなポイントになるので、これはちょっといろいろ処理はしなきゃいけないかもしれないんですけれども、全体的なですねこう物理的な広さというか、例えばそういうふうな中央分離帯をですね取ってしまえばいいとか、取ってそこをフラットにしてですね、鳴らすとか、そういう作業が必要なんですけれども、基本的に建物を動かしたりだとか、そういうふうな大きい工事というのはですねここは必要ないんではないかなというふうに思いますよね。そういう意味でもちょっとこの、コースは
なんか結構いい感じのデザインができるんではないかっていうことをですね、こう常々思っていますね。で、まあこれはあくまでも夢物語というか、まあ今日はエイプリルフールなんで、まあこういうこう、まあ実際にですね、やるとなったら本当にもう大変なことになってしまいますし、いきなりなんかお前何言ってんだっていうようなことをですね、こう地元の人たちが聞いて怒ったりするとですね、ちょっとなんかそういう意味で別にこう怒らせるために言ってるわけではないので、非常にですねこうフランクに、まあ一つのこうアイデアとして、まあ本当にこう聞いていただきたいなっていうことだけなんですね。なんでここじゃなきゃいけないとかそういう話ではないですし、まあ、あくまでもこういう案がありますよっていうふうな話として、見ていただければなというふうに思うんですが、さあそしてですね、今映ってますかね、大丈夫でしょうかね、止まってないでしょうか、調子よくなんか喋ってて全然、全然あれかな、聞こえてますかね、止まってないですよね、すいません、たまにすごく不安になるんですけどはい、でここはですね、さっき言ったあのコンベンションセンターになりますね。でこれだけでかいコンベンションセンターになってるとですね、まあ、例えばロングビーチグランプリのようにですね、この中で、いろんなその自動車関連のですね、まあ、メーカーさんもそうですし、もう最新技術をですねここで、見てもらうような展示とかもここでできると思いますね。であとまあ内部の構造がどうなってるかはわからないんですが、例えばこの中をですね、パドックにしてしまうとか、そういうこともですね、できるんではないかなというふうに思いますね。なので、まあ、非常にここもですね、有効に使えるということで、まあ、いろんな条件がですね、これはうまく重なっている非常に珍しいところだというふうに思います。でまあまあ、例えばですけれども、そのここの左側にアウトレットがありますよね。でアウトレットのその、まあ、三井さんがやってると思うんですけれども、こことうまく、例えば一緒にですね何かタイアップして、することも多分できるんではないかなというふうに思いますし、まあ、例えば、ここのそのクーポンをですねチケットと一緒にするとか、まあ、そういうことも、してですねお客さんをアウトレットの方にも誘導したり、例えばその家族で来ていただいて、奥さんと子供さんはですねアウトレットで、遊んで、お父さんはですねレースを見るとかそういうことでもいいと思いますし、まあ、レースだけは一緒に見ようということで、まあ、見ていただければいいんじゃないかなというふうに思いますし、例えばその中のフードコートとかで食事をしたりとか、そういうこともできると思いますし、であとこの下の方行くとですね、キリンのビール工場があるんですね。確かこの辺だったかな。そういうところでですね、地図をちょっと、ここですね、キリンビールの仙台工場がありますから、まあ、ここで、まあ、ちょっと楽しんでいただいたりとかですね、あとまあここにこう仙台港中央公園というのがありますけれども、まあ、ここでですね、まあ、ピクニックを楽しんでもらったりだとか、例えば、ライブバンドの演奏をですねここでやるとか、まあ、そういったライブですね、音楽の、そういうグループとかと一緒にやるっていうのもですね、まあ、これはもうロングビーチとか、まあ、いろんなところで非常にこう定番といえるようなイベントのパターンになってますね。で、まあ、そういう意味でですね、近隣にちょっと住宅が、まあ、割と少ないっていうところもメリットかなというふうに思いますね。この東武有料道路を挟んだ向こう側はですね割と住宅が多いんですけれども、まあ住宅までですね、これは100、200、300メートルぐらいの距離は持てるかなっていうふうに思いますんで、まあそれぐらいの距離があればですね、まあ騒音的にもだいぶ
抑えられるのかなっていうようなことを思います。でとにかくフラットなところがですね、まあ、アップダウンがないっていうところではちょっと寂しくはあるんですけれども、まあ、普通市街地コースっていうのはもうほとんどフラットですから、まあ、そういった意味でこう逆にですねこうフラットなところをですね生かして、例えばこういう、駐車場をですねこれいっぱい今車が映ってますけれども、ここからですねトヨタの完成した車とかが海、船にですね積まれて、海外とかに行くんですね、アメリカとかに来るんですね。なので、まあ、ちょっとその時のこう車のストックする場所をですねちょっと映してもらうとかそういうこともあるかなというふうに思うんですけれども、ある意味その自動車産業のこう重要なまあ、拠点でもあるわけであって、そこをですねうまくこう、まあ、使わせてもらって、やることもできるんじゃないかな。でここの中にですねうまくこう例えばハイスピードコーナーをこう作ってみたりだとか、そういうフラットなところでのその逆にこう高速コーナーをこううまく自由にですねレイアウトできるところもですねこのコースの面白みになるんではないかなというふうに思いますね。あとまあ重要なポイントとしては観客席をやっぱり作らなければいけないということがあります。でとにかく観客席をですね作って収益を上げられるような場所でなければやっぱり市街地レースとしては成り立たないので、そういったですね、広いスペースもですねここだとグランドスタンドを建てられるようなスペースもあるということで、まあ、非常にこう魅力的な場所だなというようなことを常々思ってました。で、まあ、今回この辺り一帯もですね津波による被害がかなりあったんですね。でこの感染者がですね津波で流されてしまって、この東部道路までですね流されてしまったとか、まあ、かなり大変な状況にあったんですけれども、まあ、ここもある意味ですねそういう意味ではこう、被災地から被災地として、こうなんていうんですかねこう復興 している真っ最中のところで、まさにこう、そういうところでですねこう市街地レースが起爆剤となってですねこの、復興に役立てるんではないかなということと、あとはですねその、まあ、どんなレースをやるかっていうのも一つ重要なポイントになってくるかなっていうふうに思うんですが、まあ、僕としては長年こう、まあ、インディーカーに関わってきたっていうことも ありますし、でやっぱりこう市街地レースのノウハウをやっぱり豊富に持ってますよね。今年のインディーカーは19戦中10戦が市街地コースでやるぐらい、まあ、半分以上市街地コースでやるわけですから、そういったテンポラリーのコースで、全く問題のない運営ができるということで、非常にですね、いいんではないかと。でなおかつですね、まあ震災の時にですね、まあ、アメリカ軍がやってきて、かなりまあ友達作戦でありましたよね。そういう意味でこう非常にですね今、交流もできて、その時に交流もできましたし、で、なんて言うんでしょうね、そのアメリカと日本をこううまく一緒になってなんかをこれからも続けていきたいっていうところでは非常にいいのかなっていうことも考えてます。であとはそのインディーカーのそのネームバリューもそうですし、そのインディーカーのですねこうなんて言うでしょう、やっぱりこう世界に放映されている、モータースポーツがいいと思うんですよ。でやっぱりこうなんて言うんでしょうかね、ここのその津波にあったこの地域がですね、これだけまあ復興しているということで、いろんな人たちにですねやっぱりこう世界の人たちに見ていただきたいっていうところでは、こう世界でできるだけ世界では放映されている、レースイベントがいいのかなっていうようなことも思いますし、あとはそのまあ個人的にはオープンホイールがすごく好きなので、ああいうドライバーのですね、まあ、ヘルメットなり
操作しているこう手の感じだとか、そういうのまでも見れるというところでは、やっぱりオープンホイールがすごく、見てもらって楽しいんじゃないかなと。であとはその、まあ、一応インディーカーもですね、環境という部分ではその、まあ、ワンメイクになるまでは 100% のエタノールでしたけれども、まあ、現時点でもですね E85 という燃料を使ってやってるということと、あとはまあターボになってですね、ちょっと騒音的にも静かになったので、前のあの、自然吸気よりはですね、でだいぶそのあたりで、インディーカーがいいんじゃないかなっていうようなことは思っています。ただまあ非常にこう魅力あるコースなので、まあそのあたりはですね、まあ世界的ないろんなイベントと交渉してもいいと思いますし、そうですね、当然日本のレースもですね、ここで一緒にやっていくということも大事だと思いますし、まあ、いろんな方がですね、関われるような、ここで、レースをですねやってこう楽しんで、いけるようなイベントになったらいいかなっていうようなことをちょっと思って、います。はい、ということでですね、まあ いつ止まるかわからないんで、ちょっとこっちに、僕の方にちょっと戻してみました。なんかファンが鳴り止まないというか、ブンブン言いっぱなしなんで、いつ止まるか止まるかってもうドキドキしてるんですけれども、はい、ちょっとこの画面を変えましょうかね。まあでも今僕の方に戻したので落ち着いてくれるとは思うんですけれども大丈夫かな。そういえばソーシャルストリームの方は、大丈夫ですかね。はい、そうですね、まあそんな感じでいろいろ考えてるんですが、ここでですね、皆さんにですねツッコミを入れていただきたいなというふうに思ってるんですけれども、はい、皆さんなんか質問等あれば、皆さんのアイディアでも逆にいいんですけれども、ちょっとソーシャルストリームを見てみましょうか。あ、ファンがちょっと落ち着いてきましたね。あ、よかったよかったはい、そうですね、旧高さんも書いていただいてますけど、船が入れるっていうのも一つのポイントですよね。例えばここにですね、客船をつけて、客船からですねレースを見るっていうこともできますし、であと仙台駅まで18分なんで電車で、それで通うこともできるかなっていうふうに思うんですが、例えばその沖にですね、客船を 何隻もこう呼んでですね、沖からそのホテル代わりにして、そこへ通うとか、そういうこともできるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあそのあたりのアイデアは小樽の時にですね、いろいろよく話し合ってましたよね。小樽は飛鳥とかですね、そういう客船がですね結構頻繁に入ってたんで、客船からレースを見るっていうアイデアはその頃からもうあって、いろいろそれ話してましたね。なんで、そういうですね客船からレースを見たり、あともう一つちょっと考えているのは、例えばそのコンクリートブロックとかをですね、ロングビーチから借りて船に積んで持ってきちゃうとかああいうこともできるのかな。まあ、例えばコンクリートブロックっていうのは FIA の基準でいうとですね、まあ、当時はだいたい1トン以上ないといけない感じでしたかね、確か。なので、例えばですね1メートル ×4 メートルのそのコンクリートウォールを、まあ、持ってくるんで、まあ、作っちゃえば本当はいいんですけどね、
地元で、作れればいいんですけれども、例えばそういうこう、車をここで積んで持ってったりしてるわけですから、例えばそのコンクリートブロックとかフェンスとかをですね、アメリカから持ってきちゃうこともできんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。で、当然ロングビーチなんか年に1回しか使わないですし、ジム・マイケリアンもよく知ってるんで、ジムに頼んでちょっと使わない間貸してよみたいな感じでですね、持ってきちゃうとか、そういうこともできるんじゃないかなと。で、ゆくゆくその日本でそういう市街地レースを展開するとかっていうことになった場合にですね、例えばこの場所でコンクリートブロックとかフェンスを作ってしまって、で例えば船に積んで港のその日本の主要な港の近くでですね、そうやって市街地レースをやって、例えばフォーミュラ日本だ、あ、今フォーミュラ日本って言わないですよね、スーパーフォーミュラだとか、GT だとか、そういうレースもですね、今いろんなサーキットでやってますけれども、プラスですね、例えば名古屋あたりの港でどっかでやってみるとか、そういう形でですね、コンクリートブロックとかフェンスとかっていうのを作って、港の近くであれば船でこう移動できるっていうこともありますんで、なんかそういうこともできるんじゃないかなっては思いますね。はい。そうですね。客船でレースとか見てみたいですよね。客船がですね、やっぱり持ってこれれば、例えば、クルー、この近くにはですね、ホテルはないんですよね、豪華な。豪華なっていうか。なので、例えばそのチームクルーだとか、チームオーナーだとか、スポンサーさんだとか、ドライバーだとか、ドライバーはちょっとあれかもしれないですけど、大きめの船をこう貸し切ってですね、持ってきて、船でもお客さんがその、要するにコース側につける部分として、当然部屋からこうレースを見れるようにしますから、部屋側から見れるところはやっぱり高くなっちゃうと思うんですよ、どうしても。でも逆の反対側、レースが見れない方の人たちっていうのは、価格を抑えるとか、例えばスタッフの、宿にするとか、スタッフの宿じゃちょっとあれかもしれないですよね、高いかもしれないですよね。そういう部屋から見れない方はですね、一番上のデッキに登ってデッキからこうレースを見るとか、で、デッキには当然プールがあったりだとか、そういう意味でこう楽しみながら見れたりとかすると思うんですよね。で、そこにバンドを入れてみたりだとか、そういうこともやりつつこうレースをこうお酒でも飲みながら見れるっていうようなこともできると思いますね。はいはい。そうですね、あと何か、そうですね、 F1 っていうアイデアもあるかなっていうふうに思うんですが、 F1 の場合だとグレード1っていうコースにならなければいけないんですね。で、ピットとかをですね、常設しなければいけないんですよ。でですね、例えばそのモナコのようなところというのは、ああいうこう仮設だらけでフェンスもね、あ、こんなところにフェンスがないのまずいんじゃないかっていうところにフェンスないんですけれども、あれはもう何年もあれでやってて大丈夫だったからっていうですね、事実のもとにああいうふうになってるんですね。で、新しく例えば市街地レースをやるっていうことになると、例えばフェンスは何メートルなきゃいけないだとか、そういう一応こう決まりはあるんですよ。なので、そういうこう決まりを守りつつ、もうほとんどこう両側にフェンスは今の基準としてはもう立てなきゃいけなくなってきてますね。で、一度ですね、こう、
市街地レース、アメリカでやってる市街地レースはですね、グレード2っていう基準になるんですけれども、そのパターンだったらおそらく問題なくできると思いますが、ちょっとグレード1だとお金がすごくかかりますし、ましてやこう F1 は開催権料だけで数十億っていう規模で、まあ今現在とにかく鈴鹿でやってますしね、鈴鹿も契約延長されたんで無理でしょうはっきり言って、というふうに思います。だから、まあ、僕はインディーカーがいいんじゃないかなっていうふうには思ってますけれどもね、茂木さんがオーバルを直して走らせるっていうことがないのであれば、僕はいいんじゃないかなっていうふうに思いますけど、はい。はい、あ、鷹城なぜってあれ、はい、あ、大丈夫か、行ったか、あ、ああ行ってなかった、よかった、今ちょっと一瞬固まったんでちょっとびっくりしました、すいません。はい、まあ鷹城っていうか、ここは実際は仙台港なんで、仙台グランプリってなるんですかね。あ、でもやっぱり仙台グランプリじゃなくて東北グランプリですかね。まあ何でもというか、なんかそういうこう、世界にこう発信できる名前だったらいいかなっていうふうに思うんですけれども、はい。別に鷹城からも近いっていうだけで、そうですね。やっぱりこう、そうですね。ケイカーさんが言う通り、地域の方にですね、まあ、例えばその、復興の支援っていうか、まあ、そういう意味で、こう、例えば、いろんなレーサーの方が、復興に、被災地にこう行ったりとかしてますけれども、なかなかその、そこの場で、こう、モータースポーツを見ていただくことっていうのは、なかなかできないですから、例えばそういうこう本当にこう皆さんが来やすいところ、足を運びやすいところで、モータースポーツをやって、で、まあ先ほど言ったようにこうレースだけではなくて、そういったこう日本の自動車技術の最高峰の環境技術とかをですね、そこでこう皆さんに見てもらういい機会になると思うんですよね。で、やっぱりその子どもたちはですね、やっぱり無料でこう招待して、で、そういうこう技術に触れてもらってですね、スピードとあと、まあ環境と、そういうもう最先端に触れてもらういい機会になるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。はい。ああ、高橋洋さん。天皇陛下の展覧があると、おお、そういう発想、いいですね。いや、本当にこう、ぜひね、そういう、まあ、ことが実現したら素晴らしいですよね。はい。はい。あ、宇都宮でサイクルロードレースっていうのやってるんですね。あ、いいですね。はい。なんかそういえば埼玉でツールドフランスをやるとかっていう話もありますよね。ん？福助さん。スーパー GT が沖縄でやろうとしているから協力してもらえないかしら。あースーパー GT すごいですね。沖縄でちょっと場所とか僕見たことないんですけど、そういうところあるんですかね。まあ沖縄もすごくこういい場所ではありますよね。はいそうですね。まあエピソラさんが言う通りですね、よくビルの窓とか屋上から観戦してる絵っていうのがあるんですけど、ここは周りにそういう高い建物がないのでちょっと難しいかなっていうには思いますね。あと大阪南港とか、あーいいかもしれないですよね。ちょっと僕見たことないんですけどとにかく港はですね、いろんな使い方ができると思いますし、まあ、本当にですね、こうフラットな場所があればですね、
コースのレイアウトも割とこう自由にできるので、先ほども言ったようにその中央分離帯を削ってとかそういうことはやっぱどうしても必要になってくるかなっていうふうに思いますが、もう例えばでかいビルをそのまま映さなきゃいけないとかそういうことはないのでないと思うので、比較的やりやすいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。一世58さん、実現した時は US レーシング客船観戦ツアーですか。いいですね、やりたいですね。はい、そうですよね、市街地レースならインディーの方がエキサイティングで面白いってことですよね。ホイールミックスさんね、本当ね、オーバルのもうまた見たいんですけどね、どうなんでしょうかね、インディージャパン復活してくれればいいんですけどね。はい、やっぱり市街地レースというのはですね、いろんなやっぱハードルがあるんですね。で、特にやっぱり道路っていうのは絡んでくるんで、その道路を管理している方々のですね、協力がなかったら絶対ダメなんですね。例えばそれはまあ行政になるわけなんですけれども、そうですね、まあ、今回東日本大震災っていうのがあってですね、いろいろこうな考えがですね、こう人々の中にこう芽生えてきてると思うんですよね。で、やっぱりこうこれまであった常識だとか、やっぱりそういうものがですね、やっぱり今回のその震災を機にですね、いろいろこう考え直す時期に来てるんではないかなというふうに思うんですよね。で、例えばこういう地域に根ざしたっていうかですね、地域を有効にこう活用したイベントで、でなおかつこう世界にこう発信できるようなイベントで、やっぱり重要なことというのはですね、その地域にですね、もっともっとこう、観光大国を目指そうみたいな話もありましたけれども、やっぱりこう海外からですね、見に来てほしいじゃないですか。で、海外でこうやって放送することによって、海外からお客さんがこのタイミングで来てくれると、でこのタイミングで来てもらって、でいろんなこう復興しているところまで足を伸ばして見てもらうとか、そういうことができると思うんですよ。とにかくこういった市街地レースが一つのこうきっかけになって、よし、じゃあレースが好きだから日本へ行ってみようとか、そういうことにもなると思うんですよね。まあ、そういう意味ではやっぱりこう世界発信できるイベントっていうのが、まあ本当にこう理想的なのかなっていうふうに思いますし、世界の方々に見てもらって、世界の方々にこう東北に来てもらうというようなことをですね、このレースを機に実現できたらいいかなっていうふうには思うんですよね。はい、さあ、空港のレース、そうですね、空港のレースもですね、やっぱりこう条件としては、そうですね、定期便が飛んでいないとかっていうこともあると思うんですけど、やっぱりこう鉄道とか駅が近くまで来てると、非常に、やりやすいかもしれないですね。やっぱり一度に何人もこうバーンと人が来ちゃうので、かなり渋滞するんですよね。なんで、公共の交通機関が発達している空港で、なおかつ定期便が飛んでない空港ってあるんですかね。ないですよね。そうなっちゃうと難しいか。なので、本当こう滑走路が邪魔にならない、離着陸の邪魔にならないようなスペースでできたりしたらいいかもしれないですよね。はい。ああ、そうですか。ケイカズさん、スゴでやるレースには国内ドライバーの方々が子供たちを、ああ、なるほど。そういうのはいいですよね、本当ね。はい。
はい。エピソラさん、かつてのフェニックス市街地コースありましたね。 F1GP がやってた90度ターンばかりではダメ。あれはですね、街の中でやるとああいう風になっちゃうんですよ。街の中だとどうしてもブロックごとにですね、あのコーナーをですね、作っていかなきゃいけないんで、どうしてもあのストップアンドゴーになってつまんなくなっちゃうんですよね。はい。牛タン屋台が出るのがいいっすね。はい。そうですね。はい。まあ、という感じでですね、何か他にも皆さんご意見とかあれば書き込んでいただければなっていうもんですが、ハウステンボス。ほう、ハウステンボスですか。そう、道さえあればいいかもしれないですね。道とか、あと駐車場とかね。はい。そうですね。はい。という感じで、何か、皆さんのご意見とかですね、市街地レース、こういう、こう、なんかこう、逆に突っ込んでもらっても全然 OK なんですけれども、こういうもんネガティブなところはないのかとか、そのあたりでも全然こう突っ込んでいただいても大丈夫かなと。でやっぱりこうその何でしょうね、さっきも言いましたけど、自治体の方々もですね、やっぱりじっくり話をしなきゃいけないっていうふうに思いますし、でなおかつ地元のいろいろこう商工会議所ですとか、まあ、青年会議所ですとか、そういう方たちともですね、話し合いを持たなきゃいけないし、とにかくこう地域のためのですね、やっぱり地域のための地域のイベントでなければいけないなっていうふうに思うんですよね。なので、そういう意味でですね、やっぱりいろんな方がですね、もう関わって、いただけるようなそういう形のですね、イベントがいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい。ということで、まあエイプリルフールにちなんでですね、まあ、ちょっとそういうこう、まあ、最初はですね、エイプリルフールでもう決定みたいな書き方をしてですね、ちょっと皆さんにこうやっちゃおうかななんて思ったんですけど、ちょっとなんかそんなツイートをして後でこういろんな方々にご迷惑をおかけするとですね、せっかく考えてたことがちょっと水の泡になっちゃってもあれだったんで、まあしっかりですね、まあ僕のまあ個人的なアイデアとしてまあ聞いてもらった方がいいのかなと思って、まあちょっと緊急ユーストっぽいようなことをやってみました。はい。という感じなんですが、はい。なんかファンはガンガン回りっぱなしでですね、画面を切り替えたんですけれども、ファンが回りっぱなしで、いつまた止まるんだろうみたいな形でちょっと怖いんですけれども、まあそんな形でですね、まあちょっと、まあこれからもですね、機会があったらですね、こういうちょっと夢のような話もですね、して皆さんと一緒にしていければなっていうふうに思いますんで、何か皆さんもですね、アイデアとかあったらですね、ぜひ教えていただければなっていうふうに思います。はい。ということで4月2日になりましたよね、日本は。今ですね、僕ロサンゼルスにいるんですけれども、ロサンゼルスはですね、ちょっと今ブラインド開けてこんな感じです。
晴れて、朝の7時ですね。はい。ちょっとこんな感じですかね。朝の7時になりました。いや、起きられるかどうかちょっと心配だったんですけど。はい。あと1時間ありますよ。あれ？今日本何時ですか？日本は12時じゃないですか？あ、まだ23時ですか？日本は。あれ？俺の時計は間違えてんのかな？あ、本当に？なんで俺の時計は0時になってるんだろう。あれ？ちょっと待ってくださいね。日本はまだ23時ですか？ひょっとして俺23時から始めるって言いましたよね。ああ、すいません。俺、ひょっとして日本の10時から始めてたんですか？あ、マジ？俺、なんで1時間も早く起きちゃったんだ。まあ、そんなことより、なんか、これから来るって方がいっぱいいるってことですか？ひょっとして。そうですか、日本はまだ23時ですか。やってもうた。そうですか、あれおかしいな、俺のパソコンの時計は12時なんですけどね。ちょっとロサンゼルスが今8時、あれ7時？あれおかしいな。ちょっと待ってくださいね。あれってことは23時ですか？まあそうですよね。今日本にいらっしゃる皆さんが23時って言うんだったら。そうですよね。いやー、大変失礼しました。あらー、申し訳ないです。あー、そうですね。23時ですね、まだ。わーお。やってもだ。もう1時間延長すか。あちゃー。そうですよね。なんかさっきからツイートソーシャルストリーム見てたら、なんかもう始まってんですかみたいな感じで書き込みがあったんで、あれなんかおかしいななんてちょっと思ってたんですよね。うわー、そうですか、ありゃーまずいっすね、こりゃあ、あ、こりゃこりゃだって。はい、ちょっと放心状態なんですが。そんなわけで最初から聞いてらっしゃった方もいるんで、また同じ話をもう一回するとちょっと、大変つらいと思うので、質疑応答コーナーにしたいと思います。いやー、質疑応答いきなりなんか始まって、なんか市街地レースの話じゃなくて質疑応答のコーナーになってたって申し訳ないですね。僕が間違えて1時間早く始めてしまいました。いやー、頑張って、朝の4時半ぐらいから起きてたんですよ俺。こっちのなんかエイプリルフールにやられたの俺の方かって感じですよね。
マジか。なんか 今からこう続々とこう、小樽の話をしてください。そうですね、冒頭にちょっと小樽の話しましたけど、そうですね、小樽の話もう一回しましょうか。まあ、さっきどこまで話しましたっけかね。小樽はそうそう、まあ、カルコーベンがチャンプカーを引き継いで、はい、当時の社長のアイズウィックに相談されて始めたっていうところは言いましたよね。それでまあ地域再生計画の話もしたと思うんですけれども、そうですね、あとは、そうですね、まあでも当時こう、人間関係ってやっぱ難しいなっていうふうに思いましたよね、なんて言いきなりそんな話になるのもなんなんですけど、こう失敗した原因は何かって聞かれると、やっぱ多分にこう人間関係ってあると思うんですよ。そので、どうしてもですね、まあ、例えばあそこはまあ港があって倉庫のこう、教会とかがあるんですよね。で、まあ、小樽はまあ倉庫で有名なところっていうのもあってですね、その倉庫街の、方にですね、やっぱり挨拶に行かなきゃいけないっていうんで、ご挨拶に行ったんですよね。そしたら、なんであいつのところに先に行くんだ、俺だろうみたいな話になってですね、どうも順番を間違えてしまったらしくて、でもこっちはもうその必死じゃないですか。もうとにかくいろんな方にお会いして、やっぱいろんな方にその賛同して協力していただきたいっていうふうに思ってたので、ところがやっぱりこう会う順番とかあるんですよね。でそれをやっぱり一個間違えてしまうと、それをこう修復するのにまたすごい何週間もかかるんですよ。それでその地元のね、やっぱそういうのが分かってらっしゃる方もやっぱ中にはいたんですけれども、なかなかそううまくこう話ができなかったりだとか、もうやっぱりこう難しいですよね。本当にこう会う順番を間違えたりだとか、まあそういうのでもう何ヶ月ってかかったりですとかありましたからね。であとはそのまあ市の中でもやっぱりこう市長がねトップでやってるので、賛成してる人とやっぱりそうでない人っていうのがやっぱいるんですよね。まあその道路をやっぱ管理してる方々はやっぱり大変ですから、で何かやっぱこうあった時にすぐにやっぱり連絡が行くのはやっぱ行政なり警察なりなんですよね。そういうところで、なかなかこう理解をこう示していただけずにですね、非常にこう苦労したこともありますね。こう何度も話をしたり、まあ、ケビン・カルコーベンにもですね2回ぐらい来てもらいましたかね、小樽に。でコースデザイナーも1回来て、でその度にですねいろんな催し物をやったりして、まあ皆さんにこう理解をっていうふうにして、やったりですとか、まあ、市長に会いに行ったりだとかそういうこともしたんですけど、まあなかなかみんながみんなやっぱり協力的ではなかったですよね。まあこれ以上例えば言うとその行政のことを批判したりだとか個人的なことをですね言ってしまうようなことにもなりかねないんで、なかなかそのあたりはですね難しいですよね。こういう場で言うのは、はい、
とにかくやっぱりこう人間関係が重要かなというふうに思いましたよね。そうですね、デモ走行なんかをもうやろうとしてうまくいかなかったことはありましたよね。小樽でね、あれも本当にこうなんだろう、理解を得るためにこうデモ走行をっていうふうなことでやったんですけれども、企画して、たんですけれども、小樽の交通会館っていうところがあって、あそこの敷地の中で走るんだったら全然問題ないだろうっていうことで、やろうとしたんですが、まあ、それでもなかなか理解は得られなかったですね。まあ、あと、まあ、実はファイナンシャルってお金の問題に関してはですね、まあ、日本で最大級のですね、証券会社が実は加わってくれて、まあ、そのファンドを作ってですね、募集しようとかっていろんな話もあったんですけれども、まあ、最終的には引き金、でっかい引き金になったのはですね、やっぱり夕張の破産でしたかね。まあ、このこと言うと、こんな言い方をですね、しちゃうと夕張の方には申し訳ないかもしれないんですけれども、自治体の破産があってですね、まあ、当時の総務省なんですけれども、いろんな自治体がそういう不正会計をしてないか、調べたんですよね。で、まあ、要は夕張の財政破綻っていうのはですね、こう表に見えないように不正にこうお金をこうなんていうか帳尻を合わせてたんですよ。で、それが問題になって、で最終的にもうニッチもサッチもいかなくなって破綻してしまったと。で、同じようなことをですね、他の自治体もやってるんじゃないかってことで、総務省が調べたんですよね。そしたら、小樽がなんと引っかかってしまったんですね。で、ある朝ですね、日経新聞を見てたら、その小樽、確かも含めた6カ所ぐらいが、そうやって不正会計をやってたっていうことで、明るみに出て、でそれでですね、はい、その証券会社もちょっとまずいんじゃないか、で小樽が行政としてかなりやっぱり、まあ、危ないっていうには言われてたんですけれども、もう完全にそれがもう明るみに出た時点で、我々も真剣に考えましたよね。このままやってていいのかどうかっていうことで、それで小樽でですね、7月末かな、牛尾祭りっていうでかいお祭りがあるんですけど、その時にですね、覚えて今でも忘れられないのが、お祭りの花火がですねどんどん上がってる時にですね、その証券会社の担当者の人から電話が来たんですよ。で、ちょっとこの案件、見直しというか、一旦ちょっとなしということでっていうのをですね、その花火がドーンって上がってる背中に電話をもらって、もうそれで、あ、もうダメだなっていうことは思いましたね。当時本当もう日本でも最大級の証券会社で結構いい感じで話も進んでたんで、いいかなと思ってたんですけど、難しいですね。そういうタイミングの悪さもあったんですね。で、まあ、小樽はですね、その後フォーミュラ日本に実は引き継いだんですよ。で、まあ、我々としてはそのチャンプカーとしては、ちょっと厳しいという形で、で、まあ、たまたまですね、フォーミュラ日本の方で興味があるってことだったんで、お話を聞
聞きたいということです。まあいろいろ状況その全部話をしたんですよ。で全部話をして、であとはまあぜひやってくださいっていうかってことでですね、コメレニポンスさんに引き継いだんですが、その後どうなったんでしょうね。一切連絡が来なくなっちゃったんで、ちょっと心配はしてたんですけれども、はい、全くその紹介して僕自身は全然引いたつもりはなかったんですけれども、フォーミュラ日本の方でどんどん話を進め、僕ら知らないところで進めてたみたいでですね、後からえって感じになりましたけども、まあその後どうなったのかは僕はもう分かりません。でその後ですね、チャンプカーとしては実は横浜と交渉してたんですよ。はい。で横浜もですね、かなりいいところまで行きましたね。横浜にもですね、ロングビーチグランプリの社長のジム・マイケリアンさんを2回来てもらいましたかね。で小樽も含めて3回来てもらってるんですよね。それで、もう市議会議員の人たちもロングビーチに招待して市長に会ってもらったりだとか、まあ、当然小樽の時代もですね、議員さんを呼んでったりだとか、まあ、いろいろやってましたけれども、横浜の方の方もですね、まあ、いろいろやってましたね。で、まあ、かなり横浜の方も煮詰まってたんです実は。でまたこれもまたタイミングが悪くですね、あれだったんですよ、チャンプカーとインディカーが合併しちゃったんですよ。それが2008年ですよね。これはもう本当にいろいろありましたよね。まあインディカーもチャンプカーも分かれてやっててかなり厳しい状況にはまああったんですけれども、もうチャンプカーとしてはですね、完全にもう市街地オーバルはもうやめて、まあ、オーバルはもうインディカーやってましたから、もう完全にですね、市街地コース、ロードコースを中心としたこうものにシフトしてやってたんですけれども、やっぱりこう一貫戦参戦台数がちょっと少なかったですよね。そういう意味ではまあインディカーもそうだったんですが、あとはまあ何でしょうね、いつまでも分かれててたらまずいだろうっていう機運もこうどんどん高まってましたし、特にこうメーカーサイドからですね、そういうプレッシャーっていうのはインディーカーもチャンプカーも両方受けてましたよね。まあホンダの人たちとかが両方にこう働きかけて一緒にしようだとか、常に陰でそういう動きはありましたから。でも最終的にはですね、もう2008年の確か年明けていきなりバタバタバタっとそういうものが決まり始めていってですね、で、まあ、当然そのまあチャンプカーとインディカー合併しちゃったらですね、インディカーはモテギで当時インディージャパンやってましたし、まあそれと一緒にやることはできないな、横浜近いですしね。で、じゃあどうしようかというふうな話になってですね、で横浜はですね、アメリカンルマンにシフトしたんですよ。で、アメリカンルマンと交渉して、まあ、当時アメリカンルマンはですね、まあディーゼルもちょうどアウディがすごく頑張ってましたし、であとエタノールだとかのそういう環境の最新技術とかもですね、非常にこう頑張ってましたから、まあ、今でもねハイブリッドとか走ってますし、そういう意味で、環境のその最先端の車を集められるだろうと。であとはやっぱりメーカーさんがいっぱいこうそこで参画しているんで、まあ、非常にこういいんではないかということで話したらですね、もうすごい乗り気になってですね、アメリカンルマンも。でドン・パノスさん、
知ってますかね、パナス、そうですね、まあ、当時アメリカンルマンを持ってたパノスさんにもですね横浜に来てもらって、で、まあ、副市長をはじめですねいろんな方に会っていただきましたよね。で今度そうしたらですね今度リーマンショックですよ。もうかなりいいとこまで行って、でアメリカンルマンは当然もうルマンが総本山ですから、当然ルマン24時間にも行きましたし、でルマンの首脳陣にも横浜に来てもらったりして、フランスからねとかで、あとまあ市街地コースのコース図もできてましたし、かなりもういい感じで行ってましたね。で、まあ、ちょっと場所がどこだとかって詳しいことはまあ言えないんですけれども、そこへまあリーマンショックが襲ってですね、もうかなりそこでもう凍結状態になっちゃいましたね。はい、まあ本当にいろいろありますね。タイミングっていうのはやっぱり難しいですよね。こっちが何でしょう、良かれと思ってこういろいろやってもですね、で行政がうまくこう乗ってきてもなかなかこうそこへはたどり着けないっていうのがよくありましたね。はい、という意味でまあそういう、まあ小樽横浜でいろいろこう、日本で市街地レースをやるということはどういうことなのかっていうのことを実はすごく学んだんですね。で、まあ、そういう経験をですね、まあ、できればもう復興に、まあ、地元の、まあ、地元っていうのは別に、多賀城にこだわってるわけではないんですけれども、まあ、先ほど多賀城がいいっていうのはいろんな条件をこう必要とされる条件をかなりの部分で満たしているのがたまたま僕の地元だったっていうことなだけであって、もっと探せばですねいいところはあるかもしれないんですね。なのでまあ本当にですね、皆さんも逆にアイデアがあればどん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 もう出してもらっていいと思いますし、もっともっと本当こうふさわしい場所がひょっとしたらあるかもしれないということで、まあ、特にですね、まあ、いろんな、まあ、さっきもちょっと話しましたけれども、やっぱり何かをこうこれから日本が変わっていく上でこうブレイクスルーしていかなきゃいけない、でこれだけ日本には自動車メーカーがあってやっぱり世界に誇れる最先端の技術があるわけじゃないですか。でそれをですねもっともっとこう、まあ、世界中にもアピールしなきゃいけないんですけれども、やっぱりこう地元のその、一般の子どもたちですとか、レースとは全くこう関係のない人にやっぱり見てもらいたいんですよね。で、わざわざですねサーキットまでお連れしていくっていうのがこれまでの日本のパターンだったんですけれども、市街地レースのいいところっていうのは市街地にレースをやって持ってきて、でそこでやっぱりこう町の人が気軽に見に行ってそういう最先端の技術に触れ合ってもらうと、まあ、特にその小学生とか子どもたちですよねにこう触れ合ってもらうというようなことをですねやっぱりこうやっていければなというふうに思うんですよね。だからもう単純にこうレースだけをしましょうっていう話ではないですし、もう本当にもう最先端技術がそこに結集するような場にするべきだと思うんですよね。でやっぱりそういうものをですね、年に1回こう市街地レースを日本でやることで町が活性化されて、で経済効果も高く、で例えば、まあ、オーストラリアのゴールドコーストのレースなんですけれども、新しい雇用がですね大体500ぐらい生まれたっていう言うんですよね。まあそれはそういう言い方するとちょっと誤解が生まれるかもしれないんですけれども、
その500の雇用っていうのはですね、何でしょう、社員が500人増えたとかっていうわけではないんですよ。新しいそれに関連する仕事が500ぐらいだっていうことで、社員を500人雇ったとかそういう意味ではないです。なんで、まあ、そういう意味ではその年間を通しての仕事っていう部分では少ないかもしれないですね。例えばまあ市街地レースでアメリカではロングビーチグランプリがすごく有名ですけれども、実際にロングビーチグランプリを運営している社員っていうのはですね、10人前後しかいないんですね。でそれ以外はレースが近づくにつれてですね、パートタイムで人を雇ったりだとかっていうようなことをしてるんですね。でもある意味まあそれでもこう雇用っていう部分では増えていくと思うので、まあ何しろその街が活性化することは間違いないですし、でいろんなところとですね、一緒になって、で、何でしょう、街を盛り上げていくというか、そういうことにつながるんではないかなというふうに思いますよね。はい。でまあそうやって例えばじゃあサーキットに人が来なくなるんじゃないかっていう懸念はをする方は当然いると思うんですけれども、僕はそういう考え方でっていうか今までずっとそうだったじゃないですか。こんなこと言うとレースを運営されている方もひょっとしてご覧になってるかなっていうふうに思うんですが、やっぱりこうサーキットで皆さんが努力してこられてこの何十年間がやっぱあったんですけれども、その今本当にもう好きな方だけが、まあ、若者の自動車離れみたいなのがありますけれども、まあ、そういうところで離れていっているのかな。だからやっぱりもっとこう若者にサーキットまで来てもらうんじゃなくて、市街地でレースをやることによってレースに触れ合ってもらって、子供の頃からですねそういうものを見てもらって、で市街地は市街地レースの面白さがあって、やっぱりそれをこうもっと突き詰めていくとサーキットのロードコースの面白さにつながると思うんですよ。でやっぱり市街地レースっていうのはですね、年に1回しかできないですから、普段はですね地元の都合ですとか日仙台とかにこうレースを見に行ってもらって、で、まあ、年に1回はですねそうやって市街地で、見に行ってもらうとか、だからある意味モータースポーツの楽しさに触れ合ってもらって、それがですね、地元のサーキットへのですね、まあ、いい意味でのこうリレーションシップというか、まあ、宣伝にも、まあ、環境づくりにもなるんじゃないかなっていうようなことをちょっと思ってはいます。はい。ということでなんとか30分つなぎましたね、過去の暴露話で。いやーこれはちょっとする予定じゃなかったんであれだったんですけど、はい。まあいろいろそう言ってる間に書き込んでいただいてみたみたいですね。エイプリルフールでハマったのは僕だったんですね、本当にね。いやはあ、そうですか。まだ今日本は11時半ってことですね。はい。いや参ったっすね、すいませんね、なんかハマっちゃったのは僕だったって感じですよね。そうなんですよね、モータースポーツって結構悪いものっていうふうにこう思われがちですよね。なんか知らないけど暴走族だとかね、チューピンさんが言うように、なんかそんなこと全然ないんですけどね。なんでやっぱりそういう部分ではね、近くでやって理解してもらうっていうのは重要ですよね、本当にね。まあ騒音ですよね、本当に難しいのは騒音だと思うんですが、
まあ、200メートルぐらい離れるだけでも結構違うんですよね。で、あとはその半分は海側にあるっていうのもですね、まあ、高城の場合ですけども、あ、仙台港の場合ですが、そういうのもいいかなっていうふうに思いますよね。でも確かにその、まあ、いろいろこう地元の方の協力っていうのは絶対必要ですし、理解してもいただくためにもですね、もう地道にこう話し合う必要はあるでしょうね。はい。そうなんですよ。自治体の財政の問題。カートでも2001年、そうですね、リオ400はそうでしたよね。やっぱりね、地元は重要ですからね。旧高さん潮祭りの花火とともに散ってしまったんですね。そうなんですよ。いやー、本当にもうあのドーンっていう花火のがですね、なんかもう見てて涙でこう、こうかじわーって霞んできましたね。だって今でこそ笑って言いますけど、すっげーショックでしたね。ほなさん、浅草寺、大阪城、レイクタウン、駐車場、菅市街地、元町ホテル。あー、レッドブルさんね。あー、レッドブルさんに実はコンタクトを取ったことがあって、話したことあったんですよ。はい。すごい興味は持ってるみたいです。いいですよね。だもし、やるんだったらね、そのと、そういうあの、スポンサーになってもらえたりしたら素晴らしいですよね、本当にね。野木野さん、 JRP に期待する方が間違ってるとも言えます。 そうですか、すいません。いや、でもまあ僕らはちょっとそういう意味でいろいろあって引かざるを得なくなっちゃったんですけど、もうせっかくね、何年もかけて地元で盛り上げてきて、もしできるんであれば、その JRP さんでも何でもね、やっていただければっていうふうに思ったんでご紹介したんですけど、でもその後何にもこう連絡してくれないっていうのはちょっとどうかなっていうふうに思いましたけど、まあそれはしょうがないですよね。仙台の七夕祭りと合わせてやったら人集まりそう。すごいことになるでしょうね。仙台の七夕と一緒のようになってやったりしたら。もう大変でしょうね。でも仙台駅から18分ですからね。中野坂行ってね。結構いいと思うんですよね。リュウ MS さん、横浜って数カ所同時期に F1 計画していましたよね。そうですよね。ありましたね。昔。その当時、中心人物だった方ともお会いして、いろいろお話聞きましたよ。はい。当時は、まあ、青年会議所のね、方がやってたんですけど、はい。そうなんですよね。デモ走行実現できれば、そうですね、小樽ですね。ドドドッと済んだんじゃないかな。まあでも、そのデモ走行、最終的には、その、財政問題が発覚したんで、まあ、あれでかなりその、投資をしなきゃいけない状況だったんですね、デモ走行でも。でも最終的にはその財政問題が明るみになったんで、まあ、結果的には、まあ、中心になってくれて、結果的には良かったかなっていう。まあ、でもそういう意味では、いろんな方を期待させてしまったんで、まあ、申し訳なかったんですけれども、ただまあ、財政問題があるから引きますっていうのは、なかなか言いづらかったんですよね。本当に。そういう意味で、なかなか、そういう、ファンドのことも、言えなかったですし、当時は本当に、まあ、そういう意味で今だから言えるって話でしょうね。はい。そうですね。日本で新規のモータースポーツって難しいですよね。でもなんとかやりたいですよね。そうです。
ドンパノスさん、イムサ買い取った人ですね。はい。そうですね。F1 は難しいですね。はい。そうなんですよ。リーマンショック大変だったっすよね。やっぱりリーマンショックがあって、自治体としては、そういうような、これからまあ、いっぱい、まあ、横浜市の言い分としては、当時、まあ、リーマンショックがあってですね、これからいろんな人がその仕事を失うことになるだろう、みたいな状況で、あ、それでまあ、新しい事業はなかなかできないと。で、当時ですね、あれだったんですよ。なんだっけ。横浜港の、あれ何周年だっけかな ?150 周年だっけかな、それに合わせていろいろ動いてたんですよね、実は。はい。でもまあ、まあ、リーマンショックですね。まあ、なんだかんだ言って。はい。そうですよね。日本の行動レースとしてスーパー GT 沖縄でっていう話が あるんですかっていうか、なんか見たことあるな、それで。今ちょっとリンクを開いてみました。インターナショナルモータースポーツプロジェクト、おー、沖縄 IMP レーシングチーム、日本初の市街地レースを沖縄県豊見城っていうんですかね。そうですか。お、すごいじゃないですか。開催予定地概要まであるんですね。おー、これは市街地っていうよりも住宅街、あー、海の方の突端にコース、あ、周りに本当に何もないエリアなんですかね。はー、トミガスクっていうんですね。トミグスク。おー、なるほど。へえ、こういう開催予定地全図っていうのまであるんですね。すごいですね。へえ、こういう公園が周りにあるところで。なるほど。すごい、本当にビーチ沿いのコースじゃないですか。へえ、これを実現したらすごそうですね。ただ、真っ平ってですね、本当に。なるほど。はい、素晴らしいですね。こういう計画がなかなか本当大変だと思うんですが、ぜひ頑張ってほしいですよね。あとでじっくりちょっと見せていただきたいと思います。すごいですね。はい。へえ、坂東さんも前向きに検討する。あ、そうですか。なるほど。来年から始まるフォーミュラ E という FIA の電気自動車レースでは、すべて市街地で開催する予定だそうで。ああ、そうですね。その話も聞いてます。はい。まあ本当電気自動車でね、騒音が少ないから、まさにいいですよね。市街地でやるにはもう最高だと思いますね。はい。あとは、そうですね。はい。すいません。何か、皆さん、あ、
ケンマムさん、市街地ではありませんがレッドブルが大阪城でデモランをしたり、今年はフリースタイルをモトクロス世界と、難航で D1 もあるし、大阪もね、あの市長さんが結構いい、理解のありそうな方なんで、一度そういうふうな話が、できるといいかもしれないですよね。ただ、D1 も、なんか空港かなんかで前やったっても聞きましたし、D1 もあれですよね、ロングビーチグランプリとかでは、フォーミュラ D っていうのがいつもやってるんですけれども、まあ、そういう、こう一緒になってやるっていうのもいいかもしれないですよね。まあでも日本でそのドリフトのイメージがどうなのかちょっと分かんないんですけども、ドリフトをそういう街の中で、やるのってどうなんでしょうね。僕はちょっとよく分からないんですけど、一回その市街地レースで同じところでそのドリフトの競技をやったとして、そこがこうなんていうか、市街地レースが終わった後に全部取り外した時にそこでまた誰かがやってしまったりだとか、そういうことがないといいんですけど、そういう懸念をする人はきっと出てくるでしょうね。はい。おお、なるほど。どうでしょうね。はい、なんか急遽なんかまた2時間コースになっちゃいますね。こうなっちゃうとね、1時間、俺、10時に始め、11時だったのかそんなわけで後から来た方もちょっと暴露話でっていうか、まあちょっと昔のあまり知られてない話で楽しんでいただけたでしょうか。はい。まあ、こんな感じでですね、またまたたまにはですね、こういう、話もですね、していければなというふうに思ってますんで、はい。もう、こっちはですね、かなり太陽が出てきて、こんな感じです。はい。では、ぼちぼちこの辺で言わいいですかね。はい、じゃあぼちぼち、この辺りでですね、今回の緊急ユースと、まだエイプリルフールに、まあちなんでっていうわけじゃないんですけど、まあちなんでですかね、そういうふうに思い立ったのは。まあ、ちょっと夢物語というか、まあ、エイプリルで、まあ、に終わってしまいたくはないなというふうには思うんですけれども、そうですね、まあ、実現、まあ、これをご覧になった方がですね、もし、興味があるとかいう方がいらっしゃればですね、ぜひwebmaster@us-racing.net までご連絡いただければなというふうに思います。市街地レースはそれなりに、まあ何年もやってきた経験があるので、ちょっとお役に立てるかもしれないですね。で、あと、まあ復興にあたってですね、もし同じように、自分の地元でそういうことができないかとかいろいろ考えてらっしゃる方がいればですね、まあ、ぜひアイデアなり何かお話できるかもしれないんで、ご連絡いただければなっていうふうに思います。はい。1時間46分にわたって、お届けしてきた緊急ユーストですが、そろそろこの辺で終わりにしたいと思います。またそうですね、特別講座は水曜日ですね。はい、水曜日に
今度のアラバマグランプリのプレビューをですね、やりますんで、サポーターズクラブの会員の方はですね、もしそれをご覧になるという方はご連絡ください。もうちょっと2日ぐらいしかないですよね、多分。なので、ご連絡お待ちしてます。あとは、今週末はアラバマグランプリということで、バーバーモータースポーツパークからですね、またガンガン取材しますんで、また楽しみにしていてください。ということで、今晩はですね、この辺で、終わりにしたいと思います。大丈夫ですかね。はい、じゃあどうも皆さんありがとうございました。